あの人の現在、森崎由紀の現在。美人で多才、さらにグラビアもこなした料理研究家の森崎由紀さん。テレビ出演時には露出度の高い衣装で登場し、なんと放送事故を起こしていた。その真相とは。そんな森崎由紀さんの現在は消えたとも言われています。森崎由紀さんといえば、美人すぎる料理研究家として人気を博し、そのスタイルの良さからグラビアまでこなされていました。さらにバラエティ番組などでも活躍され、一時期には多くの番組に出演されていました。そんな森崎由紀さんは現在テレビから姿を見せなくなり、そのことにネットでは干された、消えたなど噂が立っているようです。その理由は子育てのためのようです。森崎由紀さんは2016年1月15日に所属事務所を通じて41歳の一般人男性と結婚したことを発表しています。そして2016年6月15日に第一子を出産していますが、その前までは2016年1月20日までバイキングの金曜日コーナーのレギュラーとして出演していました。彼女の場合、もともと番組のレギュラーを多く持っているタレントではないので、最もテレビで目にしていたと思われるバイキングのレギュラー出演が終わったことで消えたと感じるのかもしれません。最近の仕事は、週刊少年ジャンプで連載中の食撃の相馬へのレシピ案の提供や、雑誌での料理コラムなどの連載が主のようです。現在、二児の母として子育て中の森崎由紀さん。老化したとも話題になっています。それは2019年1月放送のドラマ、グッドワイフに、クラブのママ役としてゲスト出演した姿のようです。役柄に合わせての雰囲気なのでしょうが、確かに以前の彼女と比べると老けてしまったように感じます。ロングヘアのイメージだった森崎由紀さんですが、現在お子さんも小さいことからヘアスタイルをショートにされたようです。彼女のインスタグラムではそんなショートヘアスタイルで登場されています。こちらの方がドラマよりも若々しく見えるので、老化したということはそれほどでもなかったようですね。